広南バスによる、浪岡線市民バス、青森市バスとは、青森県青森市で運行されている、コミュニティバスである。いずれも青森市営バスの路線が廃止されたことによる、廃止代替バスとして運行されている。かつては、青森市市民バスと呼ばれていた。青森市営バスの利用者数は年々減少の一途を、たどっており、経営が非常に厳しくなった。 こうした利用者離れの要因は、路線、系統が複雑で分かりづらいものとなっていることや、郊外路線で運行便数が少ないこと、交通渋滞や積雪時の交通環境の悪化による、冬期間の定時運行が困難になっていることが挙げられる。その一方で、高齢化に伴い交通弱者の数が増加しており、簡単には路線廃止が許されない状況であった。 そのような中で、平成21年10月に、青森市が策定した、青森市総合都市交通戦略の重点戦略、バス交通に関する戦略において、市民の生活交通を守るため、現在の市民のバス利用可能権益を維持することを前提条件とし、当期積雪時にも遅延が少なく、市民の誰もが分かりやすく利用しやすいバス、交通体系とするとともに、将来的にも、 持続可能なバス交通としていくための抜本的な路線再編や運営方法の見直しに着手することとした。よりこれに基づき関連する各地区の住民との協議を重ね、10年ほどの計画の最初の事例として、2012年10月1日から、孫内線、岡町線、八田、滝沢線の3路線で社会実験として、青森市民バスの運行が開始された。 孫内線の代替として運行。青森観光バスが運行を受託している。古川孫内間と鶴ヶ坂駅前引く孫内間の2、系統。岡町線の代替として運行。青森観光バスが受託している。古川西部営業所管、古川、ガーラタウン西部営業所管、油川中学校通りから、西部営業所管の3系統。以前の屋田。 滝沢線の代替として、発州交通が運行を受託している。青森観光バスが運行を受託している。広南バスが運行を受託している。市営バス時代は、広南バス青森営業所内に置かれている乗り合い部、青森分室が運行を担当していたが、市民バス移行後は、空港経由便は黒い営業所が、大車家経由便は青森営業所がそれぞれ運行を担当している。 発集交通が運行を受託している。広報、青森令和2年2月1日号4ページ。青森市、2020年2月17日閲覧。AB、青森市地域連携 IC カードのネーミングが決定しました。青森市、2021年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月24日閲覧。 青森市交通 IC カード、愛称、OPAS、東欧日本、オリジナルの2021年4月24日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20210424133708/https。 www.toonippo.co.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ5077902021年4月24日閲覧。バス並岡線に関するお知らせ平成25年10月1日から一部の路線について市営バスに代わり社会実験バスが運行します。青森市営バスホームページ ありがとうございます。